はい、こんにちは、大島です。それでは、3つ目の動画では、CM 動画とハウツー動画ということを、知ると。はい、こんにちは、大島です。今回3つ目の動画では、CM 動画とハウツー動画の種類を知るということになります。はい。で、このハウツー動画と CM 動画というのは、主に2つの、この種類に動画作りの、カテゴリーというかね、動画の種類を、どちら両方作るということなんですね。なので、じゃあ YouTube やるぞ、動画撮るぞ、動画作るぞってなった時に、わーってやたらめったら作るんじゃ、なかなか戦略的にね、動画集客をすることができませんので、戦略的に皆さんにやってほしいなと思います。で、主な2つですね、先ほども言いました、この CM、CM 動画というのとハウツー動画というのがありますね。ハウツー動画、はい、この2つの考え方があります。はい。で、CM 動画というのは、例えば、店内の様子とかね、店内の様子とか、あとは、メニューの紹介とか、メニューの紹介とか、あとは、道案内とかね、道案内、あとは、サービスの様子、例えばエステサロンとかであれば、ご本人に通知してるやつとかね、あとは、自社商品の アピールとかね、今人気の商品とかの、アピールをしたりとか、こういうのが、CM 動画、要は売り込みですね。売り込みというか、アピールするような動画ですね。で、もう一つこちらハウツー動画の方なんですけども、ハウツー動画の方はどちらかというとそのお役立ち動画ですね。お役立ち、こちらは、宣伝、広告かな。広告というような形ですね。お役立ち動画と広告の動画ってことですね。で、お役立ち動画はどんな感じかというと、例えば自宅でできる、自宅でできるなんとかかんとかとかね、あとは誰でも簡単に、簡単にできるなんとかなんとかとかね、こういうのね、よくありますよね。あとはプロが教える、プロが教えるなんとかかんとかとかね、あとはおすすめの、おすすめの商品とかね、こういうような、本当に、役に立つ、情報をひたすら与えるみたいな、そういうイメージですね。で、これの割合なんですけども、これの割合が、基本的にこちらが2で、こちらが8にしてほしいです。で、これはなぜかっていうと、普通の、テレビを想像してほしいんですけども、テレビって基本的に番組無料じゃないですか。番組無料で、言ってますけども、テレビこれね、1時間のテレビ番組があるとしたら、始まってね、大体15分に1回ぐらいこう CM が挟まるわけですよね。 CM 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 ね、
ね、 CM ね、うざい CM があるわけですよ。でみんな飛ばしてほしいと思う CM がね。ただこれで基本的に収益が成り立ってるわけですね、この広告でね。テレビっていうのはで、これ以外って無料じゃないですか。無料で見えますよね、テレビって。これ無料で見れて楽しいとかね、なんかああ楽しいなとか、お笑い番組だったね、お笑いですごいお笑い芸人がね喋ってて面白いって、ぶっちゃけそれだけだったら成り立たないですよね、テレビ局って。ね、面白いってなるもんで、でもこの CM を入れてね、企業がここに CM を入れてる、それのお金がテレビ局には発生してるから、テレビ局っていうのは成り立ってるわけです、はい、なので皆さんも動画はね同じような、考え方をしなければいけないんです。なのでずっと CM だったらね、そんな番組絶対見ないんですよね。YouTube も一応チャンネルという形でね、自分の番組を持つというような、その自分のテレビ局を持つというようなイメージでやっていかなければいけないので、基本的には無料でね、面白い情報、役に立つ情報っていうのを、提供していって、たまに広告を入れていくというような形です。例えば100個動画を作ったとしたら、20個はこういうアピールする動画。で、80個はこういうね、あのお役立ち動画を作るというような形で、やっていってほしいなと思います。で、自宅でできるなんとかかんとかとかね、簡単にできるなんか毛穴のニキビを治す方法とか、その毛穴をね、そのやる方法っていうのは結構あると思うんですけども、まあ、そういうのを常に提供してて、ね、ああなるほどこういうふうにやるんだみたいな、でその人が教えてることによって、この人ってなんか信頼感があるなとかね、この人は本当に、知識が豊富なんだなっていうところをそこですごくこう見せていけばね、例えば東京の、六本木で僕がすごい最近肌荒れしてニキビになっちゃったみたいな、でもひどいからもう病院行かなきゃいけないとかね、そういうところに行かなきゃいけないってなった時に、自分の職場のね、六本木の職場の近くに、そういうところがねあった、やっぱそこに行くわけですよね。例えばそこで検索かけて、六本木ニキビ直すで、検索エンジンのね2個目ぐらいに、ニキビっていうのはこういう原因でねなって、でこれを改善しないといけないと、でそれを改善するには、こういうふうにやらなきゃいけないんですけども、これが、これを直すには実際にその辺に売ってるね、あの化粧品とかそういうやつじゃぶっちゃけは治らないと、そういうの治らないから、ね、ちゃんとそのプロに見てもらって、そのなんかわかんないですけど、その一番奥の原因をしっかりと取り除いてあげないと、どっちにしろまたできてしまいますと。で、当店ではそういうのやってますんで、よかったら来てくださいみたいな。でそこでこうやってね、動画を撮っている人が例えばいたとしたらね、まあ、その辺のね、あのいろいろな、まあ、整形外科だか分かんない、皮膚科だか分かんないですけど、まあ、そういうところでどこにしようかなって悩んでる時に、まあ、そういう動画がね一つあるだけで、私はそのああこの人なんかすごい専門知識持ってそうだし、なんか見た目も信頼できそうだし、なんかすごいまっとうなこと言ってるんじゃないかなっていうふうに思って、僕はそこに、行くわけですよね、うん、まあそういう使い方をしてほしいということです。そこで、ね、この店内はこんなに綺麗でとか、まあそういうのもね重要なんですけども、そのねメニューの紹介とか、うちはこんなにすごいサービスやってるんですよって、こんなに素晴らしいやつやってるんですよってアピールされまくったら、僕は、うん、ちょっとまあそれはそれでねいいとは思うんですけども、そのアピールしてるそのメニューの内容とかっていうのはぶっちゃけ他のお店も、ね、やってるんですよ。なのでその信頼感だったり、そのこういうね、あの役に立つ情報、ああなるほどそうなんだ、だからこうなんだみたいな、だからそういうのを、できれば発信していってほしいなと思います、はい、でこれだけで選ばれる理由にも当然なるんですけども、その全体ですね、うん、戦略って言ってますけども、その全体の戦略、最終的にホームページブログに飛んでもらった時に、どう思われるのかっていうところもそうなんですけども、他の他社さんと差別化するため の最後の決め手ですね、最後の決め手とかに動画が出てくるみたいな、そういうのをぜひやってほしいんですよね。実際に、私もね、つい最近歯医者さんとかね、行ったんですけど、引っ越したばっかりで、歯医者さんをね、歯が痛くなっちゃったんで、検索したんですよ。そしたらいっぱいね、この辺の近辺に歯医者さんが出てきて、でどこにしようかどこもね良さそうなんだけどって言って、結局一番新しい、なんかすごい店内が綺麗そうな、うん、写真がねすごい綺麗で、ホームページがちゃんとなんかすごい綺麗な感じのところを、結局は選んだんですけども、そこで多分ね動画があって、その院長さんがねなんか喋ってる様子とか、なんか院長さんがすごい、うん、
まあ、当然ね、フィーリングとかね、自分に合うか合わないかとかっていうのも多分あると思うんですけども、そこの院長さんが多分僕と共感できるようなね、喋り方をしてたりとか、なんかそのすごいイケてる感じのね、あの最先端使ってますみたいな、そういうアピールでもいいんですけども、そこで、そのうちの病院はこんな感じです、うちの歯医者さんはこんな感じですみたいなね、そういうのをこう説明してるね、例えば動画とかがあったら、僕は絶対そこにしたと思うんですよね。それがなかったって、ただそれだけ、それさえあれば僕は絶対行ったと思うんですよね、その動画がある歯医者さんに、まあ、そういうことかなっていうのはすごく思います。だから当然、ずっと言ってるね、検索エンジンから来るっていうのも当然そうなんですけども、そこで検索エンジンプラス、ホームページとかね、検索エンジンに例えば1位に動画が来てて、3位にホームページが来てたり、ブログが来てたりとかしたとしても、やっぱりここが関連してるだけでね、やっぱ存在感も絶対あるし、ここ見てここ見てここ見てとかって絶対ね、いろいろやるんで、そういう戦略もね、ぜひやってほしいです。で、この CM 動画っていうのは今のね、アピール動画っていうところもそうかもしれないですけども、基本的には8対2、基本的にはこっちのハウツー動画っていうところを拡散してほしいですね。まあ、そんなに大量に最初から動画は作れないかもしれないですけど、せめて2本8本ぐらいはね、撮って、検索エンジンに、ね、SEO 対策してかけておけば、絶対ね、何かしら関連してね、自分のメインの媒体にたどり着くようにできますので、その辺のね、常に顧客さん、お客さん、今僕が言った歯医者さんの感じ、僕が今考えていたこと、歯医者さんに行くまでのその状況ですよね、心理状況、そういうのを、自分がね、お客さんになったつもりで、お客さんだったら何を考えるんだろう、道がわからないのか、ね、道がわかりづらいのか、店内の様子が綺麗なのか、とかね、あとは、その人の院長さんがどんな感じなのか、受付の人がね、どんな感じなのか、おじさんがいっぱいいる歯医者さんなのか、それとも若い人がいっぱいいる歯医者さんなのか、清潔感があるのか、まあ、そういうのをね、お客さんはやっぱ考えるわけです。それを不安を取り除いてあげるような、動画を作っていくと、自然とね、いい動画ができるとすごく思います。どうしてもね、自社商品アピール、自社商品アピールとかしちゃうんですけども、そこじゃないですよね、お客さんが見たいところっていうのは。やっぱりその、実際に行く不安、行く時の不安だったり、ベネフィットね、自分が得られるものだったり、他のところと比べた時に、そこに行く理由は何なのか、何が決め手になるのかっていうところをしっかりと考えて、この8対2の法則で CM 動画とハウツー動画を作っていただきたいなと思います。はい、それではですね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。